上に有効と言われている運動があるそうなんですが、一体どんなものなんでしょうか。名古屋市内にある滝の水公園、ここでは毎週月曜日の朝、主婦や高齢者を中心に20人ほどが参加し、ストレス予防につながるある運動が行われるという。それは何やら全員で笑い始めた。実はこれ、インドから伝わった笑いヨガ。ヨガの呼吸法を取り入れ、笑いながら体を動かすという健康法なのだ。心は開放的になるんですね。少しぐらいくよくよしててもなんか全部忘れてしまって、まずなんか気持ちがすっきりするんだと思うんですよ。ハハハハハハって息を吐くことで好きな空気いっぱい入ってきますよね。その繰り返しで体がだんだんと呼吸が深くなっていって、笑うと元気で力が湧いてきてなんか楽しくなるよ。子供のように無邪気な気持ちで大声で笑う、確かに健康に良さそうだが、一方名古屋市内にあるこちらのクリニックでも、ここでもまた笑いヨガが行われていた。果たしてこの健康法にどんな効果があるというのか。笑うことによって幸せなホルモンのセロトニンが分泌される。そのストレスといかにうまく付き合うかの中に僕は笑いがあるんだと。患者の治療に笑いを取り入れ、院内でも笑いヨガの講座を開いている高橋信夫医師にその効果を聞いた。笑うことによって幸せなホルモンのセロトニンが分泌される。でそのセロトニンの元は何かというと、遺伝子にあって、笑ってる人を見るだけで自分も笑えるようになって、結局笑うことによって遺伝子の活性化が起きてですね、幸せホルモン体内で分泌されると心と体に心地よさを感じる物質を言う。中でもストレス予防に注目されているのがセロトニンだ。大声で笑うことに加えて太陽の光を浴びる、規則正しい生活を送る、適度な運動をすることもセロトニンを増やす効果があるんじゃ。早朝の笑いヨガはこれらを同時に行いますね。そもそもストレスは人間が作った生体防御反応なので、そのストレスといかにうまく付き合うかの中に僕は笑いがあるんだと思ってます。ということで、あえて皆さんで大声で笑ってということになって、あれでもやってる人、僕この間ね熊本城行ったら熊本城のね二の丸広場でみんなってやってたよ。いやそういうなんかグループありますよね。大きい声で見かけたことある人いると思うんだよね。あのやっぱりその笑うということが大きい。笑うということで脳が脳にスイッチが入るって言われてるんですね。だからこれが本当に楽しくて笑ってる時でもいいし、お愛想笑いでも嘘笑いでも脳からスイッチが入ることが分かってるんですよ。じゃあ今本当に楽しいか分かんないけど、っていう こういうのをすればいいの。そうなんです、そういう顔をすればいいんです。そうなんか笑い声でのライブにあの人たち来てほしいですもんね。そうですね。全然受けへん声が両男ですよね。全然もうちょっと笑ったったらええのにと思う。笑わないでね。そういう治療法があるんだといいなと思いますけども、はい、あちら先生、この笑いというのにストレス解消というのは効果あるんですか。はい、ありますね。私が考えた、まあ、ダジャレですけど、ストレスをスッと取れる10項目っていうのがありまして、上手に考えてね。で、まあ、自分の皆さんがねここでやる時間ないですけど、この中で皆さんが何項目ぐらい、これポジティブな質問ですけどね、はい、何項目ぐらい丸があるかなと。で重要なのがやっぱり自分が大好きなことですよね。あまあ私自分大好きですもんね。これほらこれ答えにくいじゃない。日本人はあんまりさそういう謙遜しなきゃいけない文化だから言いにくいけど、まあ好きか嫌いかっていうか漠然とでいいのですよ、ね。そうそうそう、自分のことは好きだって自分のこと嫌いな人ばっかり分かる人でいらっしゃいますもん。いややっぱおんねんね。そうそうそう、でやっぱりよく笑うわけですよ、ね、だから笑いのメッセンジャーは人類を救ってるわけですよ。メッセンジャーありがとうございます。メッセンジャーも、ね、救ってる。違うか。まあこの項目が多いほどストレスをためない。俺あれだほとんど該当するよ。そうですね、じゃと思ってました最初。どうですか、これほとんど。どうぞ、誰ですか。俺吉住さん。ほら、いや妥協で生きてるだろ、協調性があるだろ、ほら他人を許して感謝の気持ちで生きてるじゃんな。あのねこんな協調する人、僕今ストレス測ってるんですよ。